から小銭を取り出す運動。コインを入れたはずが床に落として素早く拾う運動。さあ、ワッキーかいまのファニーガチャ、今週もよろしくお願いいたします。このコーナーではガチャガチャカプセルトイの保有個数10万個、ガチャガチャの本を5冊書き上げております。さらにはウェブ記事連載しておりますよ。私、ワキワキワッキーワッキーかいやまが、女性やお子さん、家族で楽しめるガチャガチャを毎週一種類紹介するコーナーでございます。ちなみにこのコーナーはね、 WBC ワッキーベストチョイスの、そんなコーナーになってますんで、よろしくお願いいたします。お願いします。急に何言ってるんだっていうみちかちゃんの反応も良かったんですが、みちかちゃんよろしくお願いします。さあ、もうベストチョイスですから、はい、ワッキーベストチョイス WBC、 さあ来ました。なんだ、海苔みたいな、ビニールの袋ね、なんか見覚えないですか。何入れる、なんか学校のものを入れる感じしますよね。うん、みちかちゃん、はい、左側見てください。組み立てました。おお、リコーダー袋ですね。そうなのよ。組み立てるとね、カプセルに入らなくて、長さ的に何センチぐらいだろう、15センチぐらいになる、ね、はい。ちゃんとリコーダーじゃん。今回ね、J ドリーム演奏しようリコーダーマスコットって言って、今ちゃんとリコーダーだって言ったでしょ。はい。うん、はい、リコーダー演奏します。このミニチュアのリコーダー、はい、みちかちゃん、ね、はい、アーティストですから。急にね、はい、リコーダーはどうでした、得意でした、演奏は。全然得意じゃなかったですか。なかったでした。はい、すげえ格言になってますけどね。ちょっと吹いてみてくださいよ。実際の音なるか。指で塞ぐんですよね、確か。そっから。今一生懸命。いきますね。もうね。おいけんじゃない、演奏。ドレミぐらいいける、ドレミ覚えてる、全然覚えてない。すごい、蛇が出てきた。難しいな。おドレミになった。おお、なんでこんなドレミで騒いでるんだ。かわいい、かわいいでしょ、ファニーだから、ね、やっぱこの時期はさ、新年度に向けて新しいリコーダーを買いましたよっていう人もいるかなと思ってね、うん、あ、だんだん音が安定してきましたね。もういいです。いや、かわいいよね。かわいい。吹かなくても並べとくだけばいいし、あとこの袋、入れてみようか。そう、これがついてるのが芸が細かいなっていう J ドリームさん。あら、これをさ、ランドセルに下げてもいいんじゃない、チャームついてるし。ちゃんとリコーダー袋だ。ね、うん、このね、細かさがいいんすよ。ねえ、ちょっと久々にみちかちゃんハマった感じがしますが。はい。ね。なんかね、色もね、いろいろあるみたいで、はい、はい、5種類。今日当たったのはオレンジ色、その後にね、まあ、ブラックね、定番のね、ダークブラウン、アイボリー、あとグリーンと、グリーンのリコーダーっていうのもちょっと、ね、今もしかしたらあるのかもしれないよ、ランドセルの色と同じようにね、はい、さあ、かなり気に入ったみちかちゃんでございますが、はい、行きましょう。この J ドリーム演奏しようリコーダーマスコット、ゲット難易度欲しいくつですか。ゲット難易度は欲しい2つです。ちょっと難しいぐらいですかね。うん、やっぱ専門店に行かないとない感じかな。J ドリームさん結構いろんなミニチュアを出してるので、はい。ただもう、まあ、先週ね、紹介した、ね、ミル、大丈夫ですか今。大丈夫ですよ。ペッパーミルのマスコットなんかはね、もうかなり売り切れて続出みたいなんで、まあこれもちょっと新年度になるとね、またこの番組で紹介すると、ね、かわいいっていうのが広がりますから、売れ行きも上々になると思いますので、ぜひお早めにゲットの方よろしくお願いいたします。さて、このガチャガチャについては、ワッキーかいやまの YouTube チャンネルでも紹介しています。ぜひ、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。このコーナーでは、取り扱ってほしいガチャガチャ、ワッキーさんへのガチャガチャに関する質問を受け付けています。何でもちょうだいね。はい。最後にお知らせです。マジフラファニーガチャのコーナーと、JR 新庄駅がコラボした、ファニーガチャステーションが現在、新庄駅隣接、ユメリア、鉄道ギャラリーに設置中でございます。ダメ人間さん、また、回してきたみたいで、なんか2回3回やったんですけど同じものが当たったってメッセージがツイッターに載ってましたけどもね、ぜひハッシュタグカタカナでマジフラ漢字で山形で上げていただきますと、こういう風に拾いますんでよろしくお願いいたします。さて、どんなガチャなのかっていうとね、これ陸羽東線27駅分の鉄製の看板のボールキーチェーン、オリジナルなんでね、
鉄道マニアの方もカプセルトイマニアの方も納得の一品だと思いますので、1回400円ぜひやってみてください。さらにはですね、我々2人の等身大パネルも設置中でございます、はい、こちらも写真撮ってね、ぜひツイッターに上げてくださいね。てなわけで、ワッキー海山のファニーガチャ、来週もお楽しみに。